HGB 様よりご協賛いただきましたプラチナダイヤモンドペンダントをつけていただいております、えー、こんにちは小池恵子です、えー、本日は歴史ある素晴らしい賞をいただきまして本当に光栄に思いますありがとうございます、えー、まずなんか 自分にはもったいないぐらいの紹介文を読んでいただきましてありがとうございますとてもおじけづいてしまいましたがそうですね私はジュエリーといいますとあの数は多く持っていないのですがやはり一つ一つに対してとても思い入れがありまして自分のお給料で初めて買ったジュエリーであったり祖母や母からこう形を変えてそして譲り受けたジュエリーや 愛する人にもらったジュエリーなど一つ一つに対してはとても深い思い思があります、えー、今回頂い,いたジュエリーはまあ、こういうコロナ禍という中で毎日どうしても気持ちが塞ぎ込みがちになりますがそんな中こうきっと眺めると未来に対してのこう一筋の光希望のようなものを感じるジュエリーだなというふうにきっと この先振り返っても思えるジュエリーだと思います、えー、とても大切にしていきたいと思います、えー、ジュエリーに負けないように努力していきたいと思います輝きたいと思いますので今後ともどうぞよろしくお願いします今日はありがとうございましたおめでとうございました